の。日高ちゃんともっと話したかったからに決まってるじゃん。え？そうだ、日高ちゃんもこの後ゼミのパーティー行くでしょ。どうせなら一緒に行こうよ。もっといっぱい話そう。いや、でも紹介したい子もいるしさ。そうと決まればゴーゴー。リカ、こっちこっち。やっほーマリカ、さっきぶりさっきぶり。あれ、そっちの子は？マリカも知ってるでしょ。同じゼミの日高ちゃん。日高沙織です、よろしく。水島マリカです、よろしくね、日高ちゃん。でも珍しい組み合わせだね。二人ってそんなに仲良かったっけ？それがさ、すごいんだ。めっちゃ運命的な出会い方しちゃってさ。運命的ってどういうこと？それはまた後で。とりあえず飲み物もらってくる。気になるな。ひろかちゃんから教えてくれない？その私説明下手だから。もう残念。それにしてもこういうところで日高ちゃんと会うのって初めてかも。こういう派手な集まりって得意じゃなくて、実は今日もあんまり来る気なかったし。瀬戸さんや水島さんとは住む世界が違うから。そんなことないと思うけどな。ゼミだって同じなんだし。